今週発売のヤンマが今週めぐると、ブラッドボーンジョールドハンターズの広告が入って、なるほど、ちゃんとそこに突っ込んでいく。すごいですね、いつの間にコラボしたんですか。プリズンスクールコラボ衣装みたいなのが出たら、もうヤンマが僕の雑誌みたいになってますね、本当にね。好き勝手やりたい放題ですね。ヤングマガジン公式サイト出ちゃったし、ヤングマガジンもよろしくお願いします。本当に花村先生も見てますか。元気ですか。すみません、私何にも関係ないんですけども、オフィスアートやらせていただいております。割と長いことやらせていただいております、もう半年ぐらい経ちました。はい、プリズンの新刊も今週ですからね。なるほどね。そういえば、買ってね、北尾さんもブルーレイを全部買ってくれるはずなんで、全巻予約した。あれ、この間スルーって言ってた。そうです、なるほど、はい、今度持ってくるんでサインしてください。で、クモは作ってきたんですか。作ってきました。え、何作ったけど、持ってくるのを忘れたってことですか。あー、しょうがないですけど、そこにコピー用紙とペン用意してあるよかったら作ってみてください。すごいですね、もう16分経ちましたゲームしよう。ゲームしますか。うっさ汗かいてるね。じゃあ暖房止めてください。暖房なんかかけてたのか。いやー、やっぱりね。いや、でも T シャツ1枚だと寒いでしょ。寒くないですよ。俺最近ずっとこれですもん、エイリアンスも、いやいやいや、全然全然、もう俺なのかエイリアンなのかみたいになってますかね、これか。あ、ほんとだ、ほんとだ、ツルツル、プルプルマンみたいな。2週間に1遍ぐらいは切りますからね。10日か。いや、僕剃ってるのも切ってるのも見たことないです。10日かって聞かれても僕はちょっと分かんないですけど。それはまあそうですよね。何に剃ってるんですか。まあ、普通にバリカンで、バリカンでやってる。バリカンでアタッチメントをつけないで、一番短いやつだから五輪とかです。ヒゲ剃りとは違うんですか。ヒゲ剃りとかはつかないです。それはもう完全にあのワンパンマンになっちゃうんで。あ、そっか、毛が微妙に残るように、残るように、そう、剃り残しレベルでも残さないってことなんですね。あの剃るやつは、つまり、そう、あのマフィア梶田さんとかはそう。マフィア知らないかもしれない。勉強になるな。じゃあほら、剃っちゃうと、あ、もう長くなんかいいや。ゲーム画面行こうか。ゲーム画面ドン。この番組は、ブラッドボーン、あ、言った、さっき言いました、言った。オンラインプレイはしておりますが、マルチプレイはまだでございます、はい、なのでご期待ください、そのうち。はい、ということで、バリカン使ったことないんですか。バリカンは本当にあれですよ、子供の時に母親が使ったぐらいですかね。なるほどね。自分では買ったことない。ビルゲンワースへ行きます。行きましょう。あー、やったー、北尾さんからお茶の差し入れだ。ありがとうございます、北尾さん、そこに置いてあったやつだけどね。ありがとうございます、北尾さん。北尾さん、わざわざ放送だって終わってすぐ駆けつけてくれて、そうだ、なんか仕事をしてたんでしょ。寂しかったですよ、でも2週いなかったんで。そうで、先週なんてね、あのマネージャーさんもいなかったから、そう、男3人で、もうね、好き放題やってました。先週の小木さんは結構やばかったですね。ちょっと夢帰りますよ。あ、一回ね、輸血を集めつつ、血の石をいっぱい集めたんだけど、結局ロストしてしまい、僕は何のために長い間駆けずり回ったのかが分からなくなったので、せめて輸血がいっぱいあることを祈って数を確認しに行きます。なるほど、一応20個はありますね。俺さ、覚えてないんだよね、そこじゃない。ここですね、保管箱。7個保管。うわー、ちょっと足んねえかな。ちょっと足んねえかな。少ないな。あれ、これ1回やったら終わっちゃいますね。1回で倒せればまだいいけど、1回で、じゃあ沖さん倒して、まあ、放送始まる前から沖さんずっと言ってますけど、はい、倒せる気がしないと。そう、そうなの。そうか、自信ないか。なんかないかな。なんかね、沖さんはね、確かにきっかけがポッて入った時に強くなるんですよ。火炎放射器ダメだったよ。なんかだから多分スパロボでいうとこの気力150にならないと本気出さないみたいな。130で、いや俺はあいつだって本気だよ。まああれなんだけど、150じゃないとあいつ本気出ないみたいな、ところがちょっとあんのかもしれないね、エースボーナスで、しようかな。ミリ170からか。なるほど、
気持ちいい話。最近はな、170あるからな、うん、おかえりなさい。先週は半分遊んでたもんっつってるけど。遊んでねえよ。おー、あいつだってゲームは確かに遊びかもしれないが、遊びなんて思ったことはないよ。まあね、うん、怒るぞ。あれ、江戸さんが1回で倒すんじゃなかったっけ。そんなこと言ったっけ。俺言ったっけ、倒せるっつった。あ、だからあれですか、基本的に俺が分かったって言った時は分かってないやつだから、うん、気持ちいい。もう一回、じゃ、いっちゃう一回。まあ、いいんじゃないですか。で、ダメだったら、考えよう。考えよう。うん。で、俺、今回、うん、その、こいつの攻略法を、超考察するんで、うん。うん。ミスリードと言われないように。じゃあ、少し僕は、長く戦えれば。うんうん、まあ、まあ、倒すのは全然倒しちゃっていいんで、好きに戦ってください。うん。倒せる気しないんだけど。あ、あれだ。ね、一個やりたいことがあったんだ。なんすか？雲いるじゃないですか。雲、小雲たち、うん、小雲たちに、はい、今度こそあの血のそう香りつく血の酒で、ええ、誘導してみる。あいつらが本当に誘導されるのか、されるのか。あのね、小雲に対しては撃ってないんですよ。どうしたの、ね、なんだろう。うー、キモい。目玉入ってた。急だな。ちょっと待って、なんか光ってるわけじゃない。これじゃないね、目玉ですね、ただの。うわ、内臓？目玉だ。怖いね。すげえ、ブルブルだ。この中にもなんか入ってる。今更だけど。人じゃないですか。おお！内臓じゃないな。いや、なんか。なんかの胎児みたいなやつ。生まれるぞみたいなやつ入ってる。うん。ひどいな、ここの研究所。ここ気持ち悪いね。ここはあれで研究所ですよ。ここ全部潰しましたっけ？あ、覚えてない。でもあの、ああ！あのお嬢さんがいるからって音立てなかった気がするんだよね。まあ確かにね。なんかねえかな。理科室が、うわ、理科室が大変なこと、プルンプルンしてる。理科室で暴れてんの誰だ。俺一回ね、理科室の水槽割っちゃったことがあって。え、何入ってたんですか。水。水だけ。水だけ。あの、あれです、正気前、金魚の入れ替えはしたんです。はい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 。金魚入れ替えて水張って持ってこうとした時に、うん、机からドンみたいな。あ、金魚は外に行った。いや、金魚はもう移し替えてたから大丈夫だったんですけど。なるほど。そうそうそう、あれは悲しい事件でしたね、うん、そうですか、はい、ここ泣きました。ここ開かねえのかな。そうだ、これ手記を読む。ここ開いてないですよね。そうだ、ここでも明らかに鎖があるんだよな。でも切れなかったんですよ、これ。巻き取る、巻き取る、巻き取る、巻き取る。ここにだって巻くんでしょ。巻き取る。そこ、ああ奥ってこと。うん、じゃあその裏側じゃないですか、そのとあの家の、ここ家の、家の、え、家の裏側。だってこれどこに入ってんの、これ。そこに、ん、なんか壁にめり込んでるんですよ。ここにでも棒があってじゃないの、この今銃の先っちょのとこにある棒があってここに入ってんじゃない。うわ、読みたい、これ読みたいね。読む、読む、うまいっすよ、読む。くそ、いいんだ。あ、ひどい、ひどい、ひどい。楽しみだな、何が、何が、何が。わかんない。汚ね、うわぁ、ひどいな。暴れたな。完全にあれ、ホラーの日本のあの本当にあった怖い話で出てくるような、あの廃墟に行ってみましたみたいなやつ。押し入れ開けたら人形ありましたみたいなやつ、うん、そうそうそう。箱根って一回本当にあったんですけどね、それね。え、怖い話です。あれ、言いませんでしたっけ、前。何をですか。エアガンで遊んでて、廃墟で。あー、聞いたぞ。でしょ、車の中に。あ、そうじゃないやつ。え、で、それがあった建物なんだけど、うん、建物の中の、あれ、あれ、あんなのあった、あれ、あー、あれ、うん、あれ、なんでシュワシュワしてんの、こいつ。手記じゃ、手記だよね、これ。これ手記、うん、手記、これ、なんでシュワシュワしてんの、これ。あ、ひどいって言ってるから。あ、自分が評価したやつだからだ。あ、違うのかな。なんだ、そういうことか。うん。行きますか。行きたくない、行きたくない。なんで
て、もう24分やで。行きたくない。なんかないかな、でも本当に。座ってる。あ、誰か座ってる。うん、待ってた？待ってたね。お客さん待ちです。俺待ちだった。うん、出待ちですね、今のはね。出待ちやめてもらっていいですか。ダミアン、ダミアンさんは今日は？これも読んだしな。読んだ？うん。そうだ。あ、ちょっともう一回見、もう一回見。赤い月が近づくとき、人の境は曖昧となり、偉大なる上位者が現れる。そして我ら赤子を抱く。なんか攻略のヒントとかなのかなと思ったけど、そんなことないのかな。式を読む。うん。探求心だ。え？評価高っ。え？なんかやっぱなんかあんじゃない。なんかあんのか。あれ？あ、それ違う。びっくりした。ちょっとずれてるだけだ。それは多分右のやつずれてるだけ。え？やっぱあいつなんか攻略法とかがあるってことじゃん。なんか忘れてんのかな。でも一回上まで行っちゃったしな。うん。あ、そうか。あ、じゃあ上まで行って開けたんすもんね、うん、あそこね。なんか上はね見てるから。なんか使うってこと？アイテムとか。最近取ったやつなんかありましたっけ？なんもない。あ、そうだ。あれ、なんだ。何装備。あー、装備ね。これ今ガクトの、あ、着てるわ。ガクトだね。着てるわ。そう、ガクトです。お前も金持ちになんないか。わかんねえな。地味に分かりにくかったですね。うん、ちょっとね、6億当てる。頑張っていく。なんか無駄に頑張っていく。分かった、行くよ。行こうよ、もういいよ。ダミアン呼んで。ダミアン呼んでいいの？ダミアン女の子なんでしょこれ。本当に？うん、乱世乱世。ダミアン女の子でしょ。締め入ります。はい、こんばんは、ダミアンです。今日もよろダミアンさんが今日もよろしくお願いします。ああ、やっかったり、チャポン。来たよ、来たオンボン。さて、来たオンボン、来たもさんの骨。チキンボーンみたいに言わないでください。あ、ぶね、あ、食らってる。こうだ。普通に行くなら、まあこいつらを倒してからやるっていうのがまあセオリーなのかなとはちょっと思いますけどね。なんかあんのかな。もう危ねえ。あ、そうか、ダミアン来てんのか。いつもか倒してくれた。俺の指揮をこのタイミングで評価してくれた人、ありがとう。ありがとう、体力回復した。あ、頭だ、正面だ。やっぱりこいつらをっていうかね、1段階目は上からドドーンがないから、うん、雲のこの子たちを倒すのが楽なんですよ。散らしてやるぜ。そう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 。で、2段階目から上からドドーンが来るから、こいつらの対処ができなくてやられちゃうんですよ。うん、ダミアン君ここでちょっと戦ってみてくれたまえ。正面からは全然減ってないですよ。減ってないね。うん、やっぱりタゲをね、こうこっちに攻めて顔向けてもらわないと。ダミアンの攻撃がこれ、うん、こいつ内蔵できないですもんね。後ろからやってみますか。前回ちょやっぱお尻をつくのがいいのかかな。そろそろ来る。そろそろ警察来るよ。く来てよ、来てよ。男、指名ありがとうございました。